はい、こんにちは。関西省国政、関西省愛知県在京区国政改革院、プロボクサーの村井隆です。僕は現在、職業プロボクサーです。現役の日本のランカーでもあります。ただ、一度引退します。僕はここに立っている理由にもなっているんですけど、僕はその根本が家庭環境にあります。僕は AV に控えた編成でもなくて、結構複雑な家庭環境です。2つ目には兄がいるんですけど、兄とは父親が違う。弟2人がいるんですけど、弟2人は母親が違う。そういった家庭環境で生まれています。父と母は兄を生じて離婚して、また僕が産んで生じて離婚して、2年間ぐらい親権の取り合いをしています。父の母、僕2年間ぐらい親権の取り合いで、名前が知らない人の幼稚園組に入ったりとかもしてました。で、僕はそんな家庭環境で生まれて、今で言うと母親はエリートだったと思います。物心ついてた時から、僕はなんで生きてんだろうって、ずっと死んだら、ずっとそんな風に思いながら生きてきました。通称、子供の時って、生まれた瞬間って、無邪気で、夢持って、ああしたい、こうしたいって、すごい無邪気な時だったと思うんですけど、僕はほとんどありませんでした。今で言うと、無邪気さなんかゼロです。小学校2年生の3年生ぐらいまで、自分の中で楽しいって記憶はほとんどありません。小学校はほとんど行ってませんでした。中学校になると、どっちかというと、悪さばかりをしてたというか、まあ、ただ、自分の意思で悪さをしてたかというと、すごい流されてたと思います。そういうのが嫌で、僕は自分を変えたくて、中途半端な自分を変えたい。そんな思いで、ボクシングを始めました。それが、中学3年生です。中学3年生で、僕はボクシングを始めて、その当時の、会長に17歳になったらプロボクサーになれるからお前になってみろよと言われた言葉が一言で僕が人生を変えることができました。